った。マック行こうかな。今あれ、うん、星のドラゴンクエストのコラボで、うんうん、鍵がもらえるっすからね。そうだね、うん、マック行こうか。てバカ、実写始まってるから。いやー、でも、うん、ロドの紋章コラボも来てるんで、うん、やっぱあのブラックシーザーの呼び欲しいんやね。欲しいですね、あれ、うん、てバカどんだけやるんやこれ。見てるかい。いやー、見てくれてるよ。そうですね、みんなね、うん、今日は、はい、そうですね、実写ならではっていうところで、はいはい、一つ考えてきたんですよ。うん、あの星のドラゴンクエスト違うでしょ。これだよ、これ。何ですか。え、何これ。ゾゾスーツが届いたでしょうよ。はいはい、そうそうそう、ね、これをな、通してな、あ、これ、あ、これこうなってるんですか。足首のとこにな、手を通してな、してな、はいはい、あ、これこうなるんですね。そうそうそう、ね、こうして、うん、こうしてな、こうしてな、はい、こうしてな。怖いわ。ちゃんとやってこい。でも顔潰されてますから、ね、そうね。ちょっと似合うのが腹立つわ。もう違いますよ、こっち、はい、上はあっち。じゃあ着替えまーす、はいはい、せーの、よいしょ。おお、一瞬で着替えた。てか、何かぶってたそれ。これですか。うん。これなんか一緒についていくやつじゃないですか。いやいやいや、おかしいでしょそれ。これをなんかアップ、なんか変なのこれやってるし。めちゃめちゃふざけとるやん。ちょっとじゃあ外しておきましょうか。はいはいはい、うん、はい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 、オッケーですね、はい、うん、あ、オッケーオッケー。こんな感じなんですね。そう、これが正規の着方だよ。ヘルメットとかいらないからね。これあれみたいですよ、なんかガンツスーツみたいでかっこいいっすよね。確かにそうだね、ガンツかモジモジくんかみたいな。そんな感じだよね。なんか一個一個さ、はい、こうするといいんですかね。それはもうバケモイ。これで、はいはい、アプリを使って、うん、体のサイズを採寸できるの。え、なんかそうらしいですよね。ね、やっちゃいますか。やっちゃおうよ。トミチのサイズを世間に知らしめようよ。やりますよ。はい、はい、じゃあまず、うん、ウエストっていうところから、うん、激闘剣をサーバイン。ああ、今日来てるからね、はい、サーバインの、うん、超級まずクリアしてからかな。もう超級いけるんや。はい。で、バカ違うって。じゃあまず、はい、このなんか、うん、ついてた紙。そうだね。そこから、これを、うん、アプリダウンロードして。あった。画面右下の、うん、計測、その他、計測を始めるっていうね、うん、文字があるんで、タップすれば、ゾゾスーツ。計測は明るい場所で行いましょう。カメラの向きにご注意ください。背面カメラを自分に向けます。スタンドの位置を確認してください。テーブルの端の方に設置します。よし、オッケー、いくよ。うん、じゃあオッケー押します。ポイッと数字を押してください。0、はい、私が入力されました。今データ一文字。ここからは音声のみでご案内します。あなたの全身が読み取れるようスマートフォンから2メートルほど離れてください。正しい位置が確認できました、うん、その場で両方の腕を軽く広げ足を肩幅に開いてください。 OK だね。ここからはスーツの裾をずらしたり体を大きく動かしたりしないでください。スーツのマーカーがずれると正確に計測ができない場合があります。それでは計測を始めます。正面の12時の方向から時計回りに一周します。まずは12時を向いてください。撮影します。お疲れ様でした。これで計測完了です。スマートフォンを手に取り計測結果を確認しましょう。確認しようじゃないか、はい、うん、意外に簡単っすね。本当だね。計測が完了しました。計測結果を見る、うん、わー、出てる出てる出てる、いろいろ出てますね、数字が。へー、細かー。でもなんかいろんなところ、何これ、ふくらはぎの周り、太ももの周り、腕の長さ、そんなところでわかんの。はい、すごいね。ウエスト、うん、ウエスト、腰、うん、腰骨上のウエストとか。へー、腕の長さが右左で2センチも違う。あ、そうなの。へー、あ、すごい面白い、そういうの。あ、でも腕の周りは、うん、右と左で3センチも違うっすわ。あ、マジで。どっちが太いの。右ですね。あ、そうなんや。足はもうほとんど一緒っすね。あ、そうなんや。この体型で具を作る、うん、あ、そっか、これ測って何するねんって話だもんね。お、
ニービースーツドレスシャツ、あ、このスーツをカスタムオーダーで買いなよって、これ多分あれなんですかね、このスーツおすすめしてくるのはデフォルトで最初おすすめしてくるんですかね、なんなんだろう。僕これじゃないんですよ、これがやりたかったんじゃなくて、なんか ZOZO にはなんかお任せ便みたいなやつがあるんですよね。あ、なんかちょっと聞いたことあるよ。やってるじゃないですか、 YouTuber の方が、毎月服が送られてきて、はい、でその中から好きなものだけ買っていらないものは送り返すみたいな。そうですよね、そうなんだったよね。それをやりたい。めちゃくちゃ楽だな、自分で買いに行かなくていいから。そうですね、うん、どっから申し込めるんだろう。あったはい、というわけで、はい、見つけましたよ、うん、このね、うん、バナーにいました。なんかこうあなたに似合う服をまあ ZOZO が選びますみたいな。ああ、試着セットを無料でお届け。はい、これだと思うんですよね。なるほど、ここをあったあー、あるね。お任せ定期便、これがやりたかったんですよ。うんうん、ZOZO が、あなたのために洋服を選びます、うん、まず試着セットを無料でお届けしますので、5点から10点ほどの商品をぜひお試しくださいと。おー、すげー。なるほど、これ楽だね。楽っすね、うん、試着セットのお申し込み、簡単っすね。ね、はい、というわけで、進んだら、なんか今回定期便でご用意なるテイストはどちらですかって言ってるんですけど、キレイめ、カジュアル、ストリートなので、まあ普段自分が着ないところ、ゆったりしたやつがね多いんでね、ちょっとキレイめにちょっと選んで、これね、あ、いいね、おすすめしてもらおうと思います。で、今回の定期便で求めることを教えてください。欲しい洋服はどれですか。普段着、オンオフどちらでも使える洋服、仕事着、まあ普段着ですね。すごいね、そんなところまで。あなたが一番洋服に求めることを教えてください。質が良いもの、トレンドなもの、個性的なもの、無難なもの、まあトレンドですね。なるほどね、今の流行りを追っかけていく。そうですね。あなたが一番なりたいイメージを教えてください、爽やか、若々しい、ワイルド、スマート。ワイルドだろう。ワイルド綺麗ってどんな感じだろうね。そう、そこの組み合わせ気になるっすよ ね。なんでしょうね、首周りについて。結構細かく聞かれますね。でもツモいのが嫌な人とかやと、はい、やっぱこうボートネックとかね、V ネックとかって感じだな。あ、取り入れたくないアイテムですね。お、何が取り入れたくない。タートルネックですね。あー、なるほど、くすぐったくなっちゃうんで。あー、苦手なんだね。あとはまあいいかな、うん、トップスについては、うん、ベストは嫌だな、透かしてる感じがするじゃないですか。しません。そうね、直近あんまり着ないね、はい、我々ぐらいの田舎前と。あ、でも全部この辺はちょっとまあ、あえて盛り込んでこうよ。なんか全部 OK にしときましょう、うん、なるほど。タートルネックが来るかもしれないけれども、はい、それもありで。でも色について、あ、色ももう好きな色をやってくれ、うん、OK、 だから NG にしたのは、タートルネックだけ。あ、だけ。あ、それはさすがに NG にしたんだ。はい、なるほどね。次、あー、お届けするものの予算をって。へぇ、予算一切いじらずに、デフォルトにしておきましょう。はい、デフォルトにいらないのかい。結構項目が多いんですよ。ほうほうほう。全部読み上げると、トップス1万円、パンツ1万円、ジャケットアウター2万円、ネクタイ1万5000円、ネクタイ1万5000円、帽子5000円、バッグ1万円、ファッション雑貨8000円、アクセサリー8000円、シューズ1万5000円みたいな。なるほど。体型について、体型で気にしていることを隠したいパーツありますか。ありません。サイズ感について、好みのサイズ感について教えてください。細め、標準、ゆったり、オーバーサイズ、これ標準にしておきましょう。よく着るサイズを選択。今は XL を着てます。アウター、まあ、標準ですね。シューズが、27センチですね。アレルギーもしくは食感などで避けたい生地、素材などありますか。金属アレルギーですね、こんぐらいかな。あとは今回定期便を利用になる動機ですね、きっかけになるものは教えてください。アンケートですね、ここは。なるほど。ゆっくり買い物する時間がない、専門のスタッフに選んでほしい、友達には勧められてない、ツイッターでも言われてない、おしゃれに自信がない、トレンドアイテムを知りたい、ZOZOスーツを試してみたい、はい、いきまーす。はい。顔写真、SNS 情報を登録すると、より雰囲気に合ったご提案が可能です。スキップすることも可能。よし、顔を登録しておこう。これを見て、ZOZOの人が、なんか判断するんですかね。じゃあ、撮りまーす。はーい。ハマった顔を再撮影しよう。
はい、じゃあこれを使います。はい、じゃあね、こんな感じで、顔を登録したんで、後ろにめっちゃうちわ映り込んでますけど気にしないんでね。はい、お届けペース、お届けのペースか、結構やっぱ最初は頻繁に欲しいんで、1ヶ月に1回、3ヶ月に1回、2ヶ月に1回、1ヶ月に1回ってあるんですけど、普通なら3ヶ月に1回ワンクールごとですけど、たくさん見たいんで、まずは1ヶ月に1回ずつ送ってもらうようにします。はい、じゃあ、定期便を申し込む。お、できたっぽいですね。これおもかせ定期便がもうこれで箱詰めされていくみたいな。あ、そうなんだ。これで全ての準備ができたようですね。はいはい。じゃあ、こんな感じですね。はい、このゾゾスーツがあれば、おしゃれワイルドな、うん、綺麗ワイルド、キラッと綺麗ワイルドな、服がね、動くらしいので、うん、皆さんそれ1ヶ月に1回、楽しみに見てみてください。また届いたら見せる、当たり前じゃないですか。そうだよね。じゃあそんな感じで、はい、ご視聴ありがとうございました。いつの間にかぶったよそれチャンネル登録と高評価も忘れるんじゃねえぞ。